決して全ては因果のままに。私は天野。八神だ。八神さん。
ね。ああ。え？ねえ。ああ。Yeah. ちょっと、いい加減にしてくれ。あ？
え？かかってこい。ちょっと。え？ああ。ったく、時間食っちゃったよ。
な。させてもらうよ。
頼むぜ。うん。しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。見つけたぞ、優等生やら。またお前か。ちょっとしつこ。てめえのせいでこのまま引き下がれるか。自業自得。自業？マジかこいつ。榊場！ねえ、笠井。京浜同盟してんの、榊場海斗。今日はこいつがお前の相手だ。ねえねえ、笠井。もちろんだ。本当だね。ケーキでもプリン。じゃあ食いたいもん食いたいだけ。おい、ごはん。
てる。許さないからね。いりゃー無理潰れろ。ぶっ潰れろ。どんだけタフなんだ。さあ坂木馬、ボコボコにしてやれ。あれ、おい、何？お腹が減った。は？ご飯の時間みたいだよ。え？お友達は？あ、え？おい、ちくしょう、おとといきやがれ。しばらく寝とけっての。お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？なんだとこら。野暮なこと言う。じゃあ来たな。それで検察内部に。俺が思うにそいつは、その資料は、あんた、こ、さあ、同感です。どいつもこいつも。話ってのはそれだけですか。ここんとこ、警察もお忙しいでしょうに、他に用がなければ。明日、新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ、逮捕状を請求。俺を犯人。
それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。札が出たら。だがその前に泉田検事。なんで歌。じゃあさあな。分かったよ。明日。もしもし。ああ、半年前店が跳ねた後。すごいな。沙織さん、お待ちしてました。矢上です。どうも。半年前に。うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。美香さんが二人。その人。そう、二人の様子はどんなだった。まあ、橋木さんが。例えば。全部木戸さん知ってる。あ、え、あ、ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくや。木戸さんは。そ、橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。木戸さん裏社会ともつながってるとか。裏社会。木戸さんがヤクザなんかとつながって。詳しくはとにかくいろいろおいしい話。なるほどね。ところで。だって橋木マジびっくりした。確かにな。それに私、うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの。うん。なのに悲しくなっちゃうよね。事件のあった夜、正野の方は店でどんな様子だった。あの人は私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に。きほうほう、じゃあありません。なんか私に気づかれないようにチラチラ見て。つまり正野は橋木の話には興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が。でかい問題。データの熱。そう、それでな。だから橋木が正野と、それで正野は何だ。ただでもね、そしたら橋木さんなんか必死す。橋木は梶平の会長相手にセンターを潰せると。ご、今夜は疲れて。もういいの。ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤。ごめん。え、一晩だけ。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これから。私が教えら。でも他に力になれることは。弁護士だったの。何かトラブルが起きた時。へえ。ありがとう。沙織さん。いえ。事務所まで送るよ。星野くんたちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。Oh, my God.
加減にしろよ。お帰りなさい。やっぱり女は総理君まともな客着替えます。創薬センター副梶平の会長。それがお前。ええ、橋木はデータの捏造、そして殺す。で、僕今詳しい人を探してます。ただ論文に。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこで今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃ、いや、起きるんじゃないですか。アドテック9の論文発表、そんな大金が動くとしたら。問題は誰が橋木を殺したかです。直接例の黒。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、誰か。俺なんかには想像もつかないよ。がおまけに裏社八神さんはもしかしたら新谷も。その可能性も。ただそ、でも相手は。ああ、え、頂戴した泉。泉田健。今もそうだよ。じゃあ検察が話の持って。それでもし一体。よ。ケンジと話すのは頼みますよ。今夜はいろいろ。八神さんは言う。
よう。黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。虫の知らえ？お前がもしこのまま逮捕されたら、その顔も見縁起でもない。まあもし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配できた。あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。な、まさか知らないってことないだろう。いや本当に俺も知らん。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。わかってるよ。それでは出発。お待ちしてました。わざわざ私の顔見せ。あいつ相変わらず。八神君は今日泉田検事が俺と話によっちゃ俺例えばおいおいちょっと頑張ってね。失礼します。ご苦労さん。検事生までいるんだ。どうぞ。なるほど、集団リンチか。八神先生、黒岩刑事から聞いた。ただしこれは非公式。まあでも俺は、例えば俺が新谷を殺しました。そもそも立証なんで俺に新谷。新谷質問に質問。あなたに事件の晩はその近くで若が俺のアリバイは連中に聞け。では
あな、俺に聞かれた。犯人を見つけて。ちょっといいかな、森田健二生。八神さん、新谷さんは亡くなる、そのことを知ったあなた、なぜそんなことを。新谷がなんで殺された。それは警察の。検察や警察、よくトンチンカン。なるほど、あなたはそれを。わかりました。時間の無駄。まあ、俺はご存知の通りアルツハイマーをな、それを開発する。センターの関係者が殺。創薬センター副所長の橋木徹。橋木は神室町で素手で暴行を受けており、今も犯人は私は。まあ確かに大きいところで、この橋木という男にはちょっと関西の大手ゼネコン梶平は創薬協力会のヤクザを手、ところがその額い何。そして橋木は店で橋木、泉田健二は、彼は3年前に生前の被害者。覚えている、ショーノってけ。ああ、このショーノに橋木はアドベックナインの論文には何か問題があるはずだと詰め寄った。問題というのは。例えば創薬センターの橋木はそれをでき、ただそ、じゃあ橋木はよかった、あなたもそう思ったわけです。こうなると、ここで新谷も死の直前、創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしよう。そのことも、もしかしたらアドデックナインの闇に潜む誰。そして橋木、つまり俺が言いたいのは、アドデックナインを守る。もしそれを検察がまるで検証、俺を逮捕する。そうだろ泉田、はあ、あんたらには十分頭。興味深い話、私たちが知らない。必要なら俺が持っている情報は全部。相手は世間に、その闇を調べる。泉田健二じゃなく、調子に乗るなよ八神。失礼、大事な電話だ。もしもし。そうですか、ええ、ご苦労様でした。それじゃ、実を言うと新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。これだけ言っても俺を逮捕するのか。逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ八神、新谷を殺したのはな、神室署の綾部だ。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない、奴が新谷殺しの星だ。町の喧騒に飲まれていった創薬センター副所長の死、その裏にあったのはアドデックナインがセンターへもたらす莫大な利権。八神は全ての事件が何者かに仕組まれている可能性に突き当たる。だが検察は一切構わず、新谷弁護士殺害犯として現職の刑事綾部の名を挙げた。
体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろう。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ、八神。これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れんのはあんただけだ。わかった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田健二。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵はその誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を源田事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ええ、とにかくすぐそっちに行きます。